こんばんは。こんばんは。オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんですのお時間です。はい、オードリーさん、このオドぜひ、はい、今回の放送で、うん、なんと300回目を迎えます。おー、300回ほー、やってるね、はい、まあまあ今後もね、500回も1000回行きたいですけどね、はい、いや夢みてえなこと言ってんじゃねえよ。いやいや夢では終わらせないよ。いやさ、行こうよ。300もすごいけどさ。ということで今回は300回を記念して、うん、はい、オドぜひフェスを開催します。あ、困りますね。何かと言ったらフェスやるな。さあ行きます。誰だろうね。まあでもたくさんいるからね、音楽関係の人はね、うん、うん、じゃあ一発と決めてもらいましょうか。うん、バーン。こんにちは。あ、原田さん。そうだった、そうだった、お久しぶりです。原田さんか、そうだったな。おめでとうございます、ありがとうございます。おめでとうございます。300回、はい、300回おめでとうございます。あ、加計さんもいつもねセットだから。でもギター持って、楽器を。あれ、そういえば加計君も、加計さんはギター弾いてなかったんですよね。え、どうしたんですか。えっと、何、いや、なんかあの、今までちょっとやっぱりあの、はい、僕もちょっとおふざけっていうか、はい、楽しくってやってたんですけど、はい、この300回 きっかけに、うん、本格的に音楽活動を発揮していこうと思いまして。やめてもらいたい。じゃあちょっと聞いてみましょうか。さあ、それでは歌っていただきましょう、うん、原田さんで栄光のオドぜひ、うん、笑って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 、オドリーさんの爆笑バラエティ、バラエティ、オドリーさん、ぜひやってほしい人がいるんです。300回おめでとう、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、加計さん、もうそんなのもう子役しか許されないですよ。ずーっとそう、あれ加計さんだったんだよ。ずっと子供の声がするなと思いながら。あれ加計さんです。春日さんとか若林さん、子供がいるなと思って。加計さんだったね。次は誰だろうね。うん、行きましょうか。バーン。あ、出た。どうもー、たっくんとは名ばかりのラブの塊だわ。いや、たっくんじゃない、たっくん、たっくんは今日青森とは名ばかりのラブの国からやってきた。まあ落ち着こうよ、たっくん、はい、一旦落ち着こう。うん、どうですか、青森は。まあ、ラブの国か、はい、ラブの国でのラブの塊の反響は。反響はですね、うん、反響はライブとかやったりしたら、うん、見たよと言われたりすることもありました、うんうんうん、あ、壊れてんのかな。そう、もうちょっと絡みやすかったけどね、青森の時は。あ、そう、そうなんですか。なるほど、じゃあ良かったってことですね。それ、あれ、ね、それふんどしは、うん、なんか名前あるんですか。ふんどしでいいんですか。これふんどしというか、うん、ふんどしとは名ばかりの、何ですか。名ばかりのラブの、うん、何でしたっけ。なんで塊忘れんだよ。なんで塊忘れたんですか、うん、それは、うん、あれですけど、うん、緊張の塊じゃないですか。あ、なるほど、うん、たっくんとは名ばかりのラブの塊とは名ばかりの緊張の塊。それでは歌っていただきましょう、うん、たっくんとは名ばかりのラブの塊で今日でついに。オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。番組が今日でついに、そんな番組が
ことも今日でとうとういろんなことの思いを乗せていろんなことの思いを乗せていろんなことで今日でついにいろんなことで今日でついにタッくん、それはダメだよ。タッくん、テレビだからねえ、故障したってみんな思っちゃうからタッくん、これは無理。いくら一般の方と喋る番組でもこれは無理。タッくん、タッくん、やっぱりタッくん、もうちょっともう放送事故になっちゃっててまた300回って言ってももう終わろう終わろう300回って言って終わろう。はい、ありがとう、タックありがとう、はい、どうでしたか、言ってくれてありがとう、はい、300回言ってくれてありがとう、今日帰れねえんじゃねえかなと思っちゃう聞いてる途中に。じゃあ行きましょうか、うん、最後ね、決めてもらいましょう、うん、こちらの方、バーン、ありがとうございます。あー、いいね、これはもう大丈夫。いや、ありがとうな、すまんな。プロが来てくれたから、うん、よかったよかった、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ3人ちょっと出てもらっていている状態で大丈夫なのかな、うん、今回は生歌じゃなくて、うん、あの PV をちょっと作ってきたんで、 PV をわざわざ撮ってきてくれたってこと。そうです。何何何、ありがたいね、ほら本当に。そう、よければ、うん、見れんの、見たい見たい、うん、さあそれではリリースしていただきましょう、うん、オドぜひ300回記念ソング虹色侍さんで、うん、メンソーレオドぜひ。メンソーレメンソーレ、 メンソーレリリースします。沖縄またこういうさ柔らかいけど硬いそんな気持ちと頭で痛いチェリーチェリー、あー懐かしい、だけどなめんの、あー懐かしい、集中してでもせず作ろうぜあー今ね、母さんね、そうだよね、もろもろよろしければよいアクション、アクション、おめでとうございます、心からそう言いたい、そう俺はかすかの大ファンとわらばかりのラブの塊さあは今日もエゴサーチパブのやつやつどこもいたな、最高だったな、まさにファンタジー、腕立て伏せ伏せひろし先生かわいそう、かけんちゃん泣いてた時あったね、ここでの日々一人一人が宝物なんだぜ僕の尻に宝物あるから、官僚のやつ、400戦がたことない、それでもいいさ俺もできるんだ、俺もできるんだ、ハイテンションスーパー、ハイテンション、ハイテンションスーパー、面白いですよ、また滑ってんだよ、
ちょっと最後感動しちゃった。ちょっと